立ち上がって〇〇って言われました。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日僕らはですね、京都に来てます。というのもですね、1年前かな、日本で最強のシーシェアを作ろうっていうことで、最強のシーシェア、日本を代表するようなシーシェアってどこにあるべきなんだろうって考えた時に、やっぱ京都だと。で、京都といえば鴨川、鴨川といえば川床と、あの世界中の人たちが来たりとか、まあ、自分が海外行った時とかに、日本にどんなシーシェアあるのっていう時に、まあ、とりあえず京都のノースは行っておいた方がいいよと胸を張って言えるようにと思って、ちょっとだいぶ背伸びしたんですけど、あそこにあるですね、本土町の川床ありのお店をですね、なんだかんだ1年かかりましたが、やっとオープンしたということでね、行ってみたいと思います。ここ鴨川なんですけど、鴨川っていうだけあって鴨がいっぱいいますね。で、まあ、最近僕あのガクさんたちとポーカーとかね、始めて、巷ではワイルドダックって言われてるんですけど、なんか、まあ、野生のカモってことなんですけどね、なんか親近感湧くなと、まあ、とりあえず行ってみましょう。いや、ここまで日本でお店をやるのに苦労したのは初めてです。でもやっとできました。感動、めっちゃ気持ちいいですね。この鴨川沿いにあるポント町の川床っていうのは、基本的には5月から、今年はコロナの影響もあって10月まで、10月末まで、でそれ以降は川床は撤去してしまうんですけど、夏と秋は川床で外でですね、飯を食べたりとかできると。僕らの店はシーシェアなんで、ご飯メインっていうよりも川床でですね、シーシェアが吸えると。うわ、鯉がいる、釣り手、あ、結構魚いるんだ。ここ四条大橋で、四条大橋からを渡って、祇園から渡ってすぐ交番があるんですけど、そこを右に曲がって入っていくとポント町の通りがあるんですね。で、京都っていうのは結構その町内会とかね、近隣の人たちとの連携っていうのがすごいやりながら、皆さんお店をやっているんですけど、ここポント町ですね。そう、ここが風情ある京都のポント町、まあ、観光客の人とかね、京都来たら一度は通るっていうようなね、道なんですけれども、ちなみにここのお店も我々がすごいお世話になってる店なんですけど、ここのカツ店っていうお寿司屋さんは、僕らがこれまでそのお店をオープンする時にね、結構お店の中でこもっていろんな作業をする時とか、ここをテイクアウトができるので、お寿司をよくここで買ってね、お店の中で食べてましたけど、おすすめはウニイクラ丼かな。今日も実はね、後でそれを注文して食べたいと思ってます。で、僕らの店はもうほんとポット町入って何軒目だろう、 1,2,3,4,5,11軒目ぐらいのねお店なんですけど、まあもうほんと歩いて30秒とかで着くんですけど、でポント町っていうのはお店の看板とか一つでも、許可を得ないといけないんですよ。京都府京都市とか町内会とかいろんな組織があって、許可を取る先っていうのがまた違うんですけど、お店に貼る看板とか提灯とかもう事前に許可を取って、景観を損なわないっていうこととか、そういったものもね全部チェックされてやるんですけど、で我々のお店がここで、これ C 社のノースビレッジ。僕らの店ちょっと変わってて、いわゆる何だろう、日本家屋的なところにガラスで囲われているんですよね。あとはこの提灯の中で赤い提灯をつけてるところっていうのは、のれん会っていうところに入ってるところがその赤い提灯をつけれるんですけれども、我々も加盟してます。だこういう看板一つとかでもね、デザインを全部提出して、初めこれ出した時に女性、まあちょっとオイアンっぽく見えちゃうデザインだったん で、ちょっと足元がちょっとはだけてたので、
取り直しみたいな形でデザイン再提出してね。あ、これちゃんとポント町ののれん書いてありますね。じゃあ早速中に入ってみたいと思います。まずですね、あの我々の店は、1階2階と川床ってあるんですけど、2階からの眺めもすごいいいので、まず2階から見てみましょう。上がるとすぐヨーダ店長がいます。見てください、この景色。この景色があればね、川床がなくても1年通してこの景色は楽しめるっていうことで、ここでこう鴨川を眺めながら C 社が吸えると。で今ねこっちは VIP ルームを作るべく準備中なんですけどね。あと向こうにも半個室みたいのがあって、でここが、1階になるんですけれども、こっちが厨房で、そしてあちらが川床です。最高だね。まさか京都の川床で C 社が吸えるようになるなんてね。こんな感じでね、川床で C 社を楽しめるようですけども、まだまだね お店は完成には程遠くてですね、こっから今先日ニューヨークに行ってですね、世界 で今もうすごい注目されてるグラフィティアートのアーティストのドラゴン76さんにノースビレッジのメインビジュアルをね、の絵を描いてもらっていて、この京都店、京都本店に飾りたいなと思っているんですけど、ドラゴンさんっていうのはもともと横須賀の路上で壁とかにスプレーでアートを描いてたんですけど、まあ、それがだん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 ニューヨークに行って、ニューヨークで認められて、でどん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 成功していって、今ではワールドトレードセンター1フロアを丸々アトリエに使わせてもらっていて、でワールドトレードセンターの壁画とか、まあ、それこそ NBA とかメジャーリーグとかの絵とか、まあ、ハリウッドの映画の、まあ、ターミネーターとかもやったかなとか、もうなんか今一番注目されてるグラフィティアートの人なんですけど、その方がですねノースとのコラボの絵を作ってもらえるっていうんで、先日僕ニューヨーク行ってきたんですけど、それが間もなく日本に届くということで、めちゃくちゃ楽しみにしてます。それがねこの京都店にボーンと飾られて、あとはお店はね今 C 社とドリンクを出してるんですけど、最終的にここはドリンクとおつまみのペアリング、例えば、このお酒にはこれを一緒に食べてくださいみたいな、例えばブルーチーズとサンジェルマンのエルダーフラワーとかめっちゃ合うんですよ。グラッパとシャインマスカットとか、そういった組み合わせでなんか C 社のコースみたいなもの、川床のところって大体その懐石料理とかコースの料理が多いんですけど、うちはですね C 社とお酒とおつまみのいわゆるペアリングで勝負していきたいなと思ってます。このお酒ってこれとだとこんなに感動的な脳がしびれる酔い方ができるんだっていうようなのしてもらえるようなお店にしたいと思っています。いやー嬉しいっすね。でもやっぱここで店、京都のポント町の川床のある店できたら最高だなって思ってから、なんだかんだ1年経ちましたが、やっとお店をオープンすることができました。なんでそもそもその京都でお店をっていうところなんですけど、2年ぐらい前かな、2年3年前ぐらいに僕らの日本だけじゃなくて海外でもお店を出すようになって、で、まあ、マレーシアっていうのはね、ガクトさんもいらっしゃって、僕もよくマレーシアに行くの で自分自身もマレーシアに住みたいなと思ってるんで、じゃあそこでマレーシアに住んだ時に自分が無職になるのもあれだからっていうね、急遽店を出したんですけど、でマチュピチュっていうのは今なんかお店が30店舗ぐらいあるんですけど、 C 社業界ってまだその世界を見渡してもこうナショナルチェーンでその世界一名のスターバックスみたいな大手がいないので、店舗数だけでいうともうすでにうちが世界一になってるんですよね。ただ店舗数で世界一ってなんかあんまかっこよくないなっていうところで、まあ、その時は社内のミーティングとかで、どうせだったら何で世界一取るのがかっこいいかな、面白いかなっていう時に、
ロマンチックさで世界一を取ろうっていうんで、じゃあもうマチュピチュでしょうと、天空の城ラピュタの世界観で C 社が据えたら最高じゃない、すごい一番ロマンチックじゃないっていうところでお店を出したんですけど、でじゃあ次どうするとか、そもそもなんでうちらはそんなお店いっぱい出したりとか海外でやったりするんだろうっていう、まあ、なぜならお店が増えるほど、増えれば増えるほど大変になるんですよ管理が。でなんでこんな大変な思いしてまでお店バンバン出していくのかなっていうところを一旦脳内で整理しようと思ったんですね。でそしたら結構会社のコンセプトみたいなのが見えてきて、店舗展開に関してはですけどね。でその時に行き着いたのが、ノースピリッチはライバルを作らないっていうのが一つのコンセプトだなと。そのどっかと例えばじゃあ店舗数を競争してとかどうこうとかってあんま興味がないなと。強いてライバルを上げるなら世界遺産かなと思って、まあ、ピラミッドとかマチュピチュとかもそうですけど、ああいうのって例えばエジプトにピラミッドがなかったらエジプトに行こうってあんま思わないじゃないですか。マチュピチュにマチュピチュの遺跡がなかったらペルーに行こうとも思わないし、で例えばマチュピチュに行ったらノースのお店があるらしいよ、じゃあちょうど旅しようと思ってたからペルー行ってみようかとか、そういう旅先を決める上での理由になるようなお店を出していきたいな。でなので、まあ、ディズニーランドもそうかもしれないけど、そういうことができてるのって、まあ、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオとかもそうなのかもしれないし、あとはもう世界遺産とかですよね。その国に初めて旅をする理由がになるものをお店ようなお店を作っていこうとって考えた時に、逆に日本に旅をする C 社好きの人たちが旅をする理由になるようなお店を作りたいなと。日本で最強の店を持ってないのに海外であだこうだやっても説得力がないかなと思って、じゃあ海外の人とか含め、まあ、海外で知り合った仲間も含めてなんですけど、日本に行ったらまずノースの京都店行った方がいいよって言えるようなお店を作りたいってなると、やっぱ鴨川のポント町の川床のある店っていうのは外せないなと。でそっからお店をオープンするのに、こう、まあ、京都でお店やるってなかなか大変だよとは言われていたんですけど、まさかここまで大変だとはと、まあ、ちょうどコロナ真っ只中だったんで空き物件があんま普段はないので、で、まあ、今はまあ幸か不幸かコロナなのでお客さんも少ないけれども空き物件がたまに見つかるっていうところで、じゃあこれ逆にチャンスなんじゃないかなと思って、でいざ調べてみたら、まあ、東京で店をやるとかよりも全然家賃帯はまず高いと。でもまあそこは今僕41なんですけど、まあ、仕事っていう意味では今が一番働き盛りというか、でせめて働き盛りの自分が現役の時ぐらいはやりたいこと全部やらせてくれよと思ったので、まあ、多少その初期費用とか家賃が高いとかっていうのは、まあ、ちょっと他で頑張りゃいいかなっていうところでやりたいこと全部やろうっていうところで、まあ、ポント町でやることを決めたんですけど、でじゃあ物件の契約をしました。そこからですよ、例えば川床一つを取っても川床を出す農業会みたいなのがあったり町内会があったりとかで、それぞれのところにちゃんとこう許可というか承諾を得ないといけないっていうんで、お店を出す時にまず説明会を開くんですね。そこでまあプレゼンみたいな資料を用意してプレゼンをして、でそこでその町内の人たちからの賛同を得た上でお店を出すことができるっていうんで、まあでもそのためにはいろんな京都の人たちが協力してくださって、やっと出すことができたんですね。だから今後ね、なんかこう自分も京都で川床のあるところでお店をやりたいっていう人たちとかはね、参考にしていただければと思うんですけど、でもちゃんとそのもうすでにお店やってる人たちに理解を得ながら一個一個ステップ踏めば全然不可能なことではないので、ただその東京とかと違ってその物件契約したらあとは営業許可さえ取ればできますよっていうのとはまたちょっと違う、景観に関わるものとかは全部承諾を得ないといけないとか、あとその営業時間とかも川床の営業は何時までですとか、ね、やっぱり人間なんで近隣の方々とかね、そういった理解とかもね、で我々もまだ店出したばっかなんでもう本当これからなんですけど、なんとかね京都に根付いたお店をねできるように頑張っていきたいと思ってます。今後もね この動画でいろんなことが起こることをね紹介して いければと思ってるんですけど、ということで前段がだいぶ長くなりましたが久しぶりの一人語りということで、で実はね
まあ、特にガクトさんとかまだまだストックめっちゃあるんですよ実は。今で折り返し地点ぐらいかな、あもっとあるかな。それ以外にも、まあ、実はねここオープン前にここで撮影した自分がすごい尊敬している人のもう本当伝説的なトークライブをねやってそれの撮影もしていて、もうそれもぜひ期待していてもらしてってもらいたいんですけど、一人語りの動画をっていうパターンも作ってほしいということ で今日はね、まあ、この京都店紹介っていうんでいいかなと思ったんですけどね、C 社吸わない人からしたらね京都店興味ないよっていうこともあると思うので、今日は動画にいっぱいなんかすごいコメントいっぱいいただいてるんですよ。でそういうのをいくつかピックアップして今後ねそれに対して全部が全部コメントでの返信ができてないのでいくつか答えていきたいと思います。英語のサブタイトルは、いやいや日本語だけでもこんな苦労してるんですよ。あ、オートでできるんだ。じゃあそれを活用してください。今日残りの時間だけでもなんか頑張れそうです。マジ泣きそう。ありがとうございます。ガクトさんの動画応援してます。ありがとうございます。そう言っていただ、そういうふうに言っていただけるのはすごい嬉しいですね。ただまあうちの動画ってガクトさんだけじゃなくて、まあ、窪塚さんとかもそうですし、高橋歩さんとか亮太さんとかいろんな人の動画が上がってると思うんですけど、やっぱり YouTube を運営していく上ではね、まあ、一つは登録者数っていうのもね重要で、ぜひ皆さんまだチャンネル登録してない人はぜひお願いできればと思ってるんですけど、まあ、あとねいいねとかコメントとかぜひぜひ今後もいただければと思っているんですけども、自分の興味のある方のインタビューだけじゃなくね、他の人のもぜひ見ていただければと思ってます。そういうのがねやっぱ励みになるし、そう一度ねコメントであったんだよな、僕ってまあもともとそのインタビューのプロでもないし、むしろ下手だし聞き上手じゃないし、で GACKT さんのだったかな時に、インタビュアーが下手すぎると、インタビュアー変えろというあれがあったんですけど、そもそもですよ、うちってもともと出版社なんですよ。でなんで YouTube チャンネルを始めたかというと、まあ仕事柄その、まあ、いろんな方との本を作ったりとかする中で、僕らってすごい貴重ないろんな著者の人たちの話を聞く機会がに恵まれていて、これまでってのインタビューっていうのは、まあ、僕とうちのスタッフと、まあ、著者の人とで、まあ、飲んだりシーシャを吸いながらいろんな話を聞いて本を作っていってるんですけど、でも結局本の中に入れきれないすごいいい話とかもすごいいっぱいあって、で僕らってやっぱそういう話を日々仕事の中で聞きたいこと何でもそういう尊敬する人たちに聞けるっていうのが本当恵まれているなと思っていて、でもちろん本を買ってくださっている方たちにはその本っていう形でお届けするんですけど、ただそんな貴重な話とかその時の空気感とか本に入れきれなかった話とかっていうのを僕らの中だけで留めとくのもったいなくねっていう、僕らがすごい勉強になった成長させてもらったみたいな時に聞いてる話っていうのをそれを見たいっていう人たちにもシェアしていこうっていうところから始まってるんですね。なのでそもそもうちはYouTube チャンネルをビジネスの一つとして捉えてるっていうよりも、まあ、本を作る過程のそういったもの貴重なあれとかをみんなにシェアしたらみんななんか喜ぶ人はすごい喜んでくれるんじゃないかと思って、そういうとこなので逆に僕らがプロのインタビュアーじゃないのはまあしょうがないと思うんですけど、僕らじゃない人たち同士でやるインタビューっていうのはそれは別に僕らがやる必要がないということで、もちろんねインタビュー下手なことを正当化するわけじゃないですけど、まあ、その辺はね温かい目で見守ってもらえると嬉しいな。だって嫌じゃないですか、せっかく頑張ってやってるのになんで文句言われなきゃいけないんだとか、まあ思うこともあるじゃないですか。もちろんそれで、あそうだなもうちょっと頑張ろうと思うこともありますけど、ぜひコメントは優しいコメントをねいただけると嬉しいなと。太ってませんか。そうそれはね言われなくてもね散々ガクトさんに言われてるんですよ。いわゆる体調管理も含めいわゆるトレーニングっていうのをちゃんと毎日やれと、で食にも気を使えと。いやもちろんそこからすごい刺激勉強させていただいて食とかにもだいぶ気を使うようになったんですけど、なんかね一度僕が今よりもっと太った時にガクトさんから当時マレーシアにいらっしゃった時かな、食事の場で「陽平2週間うちに泊まんないか」と、でそこで一緒にトレーニングをしようと
で食事も全部僕が作ってあると。で2週間である程度のところまで仕上げてあげるから一緒に合宿じゃないですけどトレーニングしないかって言われてすごい嬉しいなと思ったんですけどお断りしたんですね。で GACKT さんからのねそんなね誘いをね基本 GACKT さんの会社の周りの人たちからするとねまあもうそれはもう絶対でありぜひっていうのが当たり前なんですけどちょっとお断りさせていただいて、というのも GACKT さんの YouTube チャンネルで見ちゃったんですよね。めっちゃ痛いことするじゃないですか。で GACKT さんにいやというのも僕痛いの無理なんですよね、痛いのがすごい苦手なんで GACKT さんトレーニングで痛いことするじゃないですかって言ったら分かったと、じゃあ痛いメニューを外してやると、痛くないようにしてあるからトレーニングしようって言われて、で GACKT さんもう一つ僕苦手なのがあるんですよっていう話をして、でなんだっていう話で、で僕痛いのだけじゃなくてきついのも無理なんですって言ったら立ち上がってって言われましたまあそのぐらいね信念を貫き通してね今のね体型を維持しているので、まあ太ってるどうこうというのは言われなくても分かってます。あと何かあったかな。そうですね、なんかあの GACKT さんが長期休業に入ったところなんで GACKT さんの体調を気遣うようなコメント、 GACKT さん大丈夫ですかとかってあるんですけど、ここから何かを発表するっていうのもおかしな話だと思うんで、近日ねまだ本人の了承を得てないですけど GACKT さんに一番近いようなプロデューサーの匠さんとかにね突撃取材をしてね近況情報とかをね聞いてみる動画とかもね一人語り代わりにちょっと作ってみれたら面白いなと思ってるんですけど、匠さんは僕と同い年で、まあ、すごい、まあ、ポーカーとかもねすごい上手で教えてもらったりしてるんですけど、なんかの機会にね急に動画を撮って匠さんにいろんな質問をしてみたいと思います。なので GACKT さん周りの質問はその辺で答えてもらえればなと思ってます。気になることとかあったらねコメントしていただければ、一人語りの時にですねお答えしていければと思っています。今日は初のノースビーチ京都本店オープン記念一人語りということ でせっかくなんで京都本店でのノースビーチ京都本店での一人語りの動画見ましたとノースビーチ京都本店に来て言っていただければおかわりドリンク無料にしておきますので、ここから1ヶ月間見ていただいた方はお店の方に言っていただければと思っております。嘘ついてもいいです優しいな。で今回はこの辺でありがとうございました。テイクアウトね、かつてんのウニクラ丼がもう届いてるみたいなので川床で食べたいと思います。それではさようなら。おいしいウニクラ丼買いましたか、カイさん。これどうなってんすか、カイさん。開けようとしたらなるほど、セロテープが下から食うんすか、下から食うんすか。こうやって落ちてきたイクラをこうやって選ばれしていくら食べてみたいと。変わった食い方ですね京都の川床で。いやこれはなんとかしたいと思います、はい、あの私が全力でですね、この紙がこうなればこうなるから、じゃあやってみましょう。はい、こう入れてくるじゃん、入れてって、まあ、この間にもいくらどんどん潰れてる。でもいくらは下にちゃんと皿があるから大丈夫。せーの、はい。お、結構いけたんじゃない、結構いけたんじゃない、まずそう胃に入れば一緒です。美味しくいただきます。無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手控え筋に飛び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちのガチ対決。伝説の人を地方へとへヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込め高校時代5倍の集中力を使い、半年で全国上位の成績受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、格好悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今季国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェを町口含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びや仕事に愛と自由の冒険を
続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。活字と漫画が融合したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、北里洋平著、悪あがき重版決定。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.